今から20年前、渋谷で逃走中がスタート。日本全国をハンターが駆け抜け、ゲーム回数は全75回。挑んだ逃走者の数は延べ1438人。逃走成功や自首で獲得した賞金総額は9217万8200円。逃走中は番組だけにとどまらず、逃走中のステージ、舞台かゲームかノベライズかグッズかアニメかと様々に展開。さらにネットフリックスで世界配信も。視聴者の皆様に支えられ20年。そして2024年、ついに映画化決定。このゲームに命を懸けろ。消滅か100億か、生き残るのは誰だ。逃走中 The Movie。